どうも、スターアイランドです。今回は本家のフライデーナイトファンキンをやっていきます。そうです、モッドではなく本家です。なんと3年ぶりに大型アップデートされてついにストーリーモードにウィークエンド1が追加されました。今回はそのウィークエンド1に挑戦します。以前の動画でも言った通り、プレイスキルに関しては太鼓の達人以外あまり音ゲーをやったことないのでご了承ください。と言いつつ3年前よりは上達していると思います。今回は BF 君ではなくピコが主人公らしいから他のウィークとは経路が違う予感。始める前から中指立ててるの好き。まさかのアニメーション付きかよ、最高じゃん。しかも開始早々ピコのこんな可愛い仕草が見れるのは嬉しい。見た目でわかる可愛いけどヤバいタイプ。セリフないのにすごくわかりやすい。任務放棄で草。今思い返すとこれよく怒られるだけで済んだなと思う。完全に開き直ってて草。そりゃこうなるわな。今のシーンずっと好きでした。え、バレルの発射。ピコの腹キラからの腹筋ありがとうございます。今のは絶対痛い。戦闘になるとやっぱりかっこいいな、ピコ。驚異的な射撃能力。でも一旦成功したら油断しちゃうのは可愛い。あ、階層に出ていたもう一人の。結局、彼らからは逃げられないというわけですね。というわけで、今回の対戦相手はダーネルです。BF 君とは正反対のボスが聞いた声が特徴です。ピコも決して高い声ではないし、むしろ BF 君とラップバトルした時は低く聞こえたけど、ダーネルの声があまりにも低すぎてピコの声が普段より高く聞こえる。今気づいたけどネネちゃんのナイフいつの間にか血がついてる。ピコのは何かかってから曲が始まるまでの間に何があったんだ。今のところ明らかに難所だったけど割と綺麗に繋がって気持ちいい。FNF を始めた頃ならめちゃくちゃ苦戦していたと思うけど、これより難しいモッドそれなりに遊んだからか大丈夫でしたね。しかも最初に遊んだモッドがなかなか鬼畜だったし、ただし本家の FNF はバージョンアップした現在でも関係ないところを押したらミス判定になる仕様なので油断はできません。でもこの仕様のおかげで、ああ、本家を遊んでいるんだな、という感覚が強まる。とりあえず1曲目はフルコン。2曲目はリッツアップ、楽しい、最高、ハイになるという意味です。この曲結構好きというか、
普段以上にラップバトルをしている雰囲気がある。まさに男同士の熱い戦いというイメージ。え、今ミスった？そんなにミスった感覚なかったんだけどな。なんでミス判定になったんだろう。もしかして自分の感覚があの時だけずれてたのかな。よし、同じような配置だったけど今度は大丈夫だった。あ、わかったわ。これ自分の問題じゃねー。あの2箇所だけバグ捨てて多重の鬱になってるんだ。太鼓の達人のとある曲で起きたあのバグを思い出したわ。それでも進行不能になったバグよりは全然マシ。3曲目は2ホット、BPM182 なのでなかなか早いです。ダーネルが時々投げてくるガススプレー缶を外してしまうと、普通のミスよりダメージが大きくなるので注意。とは言っても叩きやすい配置だし極端に減るわけじゃないから全然平気。なんなら即死の音がないから本当にバク。それでも本家にこういうギミックがあること自体新鮮。曲も演出もマジでかっこよすぎる。ただ正直タンクマンよりは全体的にバクかな。ここ反射神経ゲーで楽しい。いや、確かに他のインクと比べたら難しいけど本家の中ならまだタンクマンが最難関だわ。ちなみに当時苦戦していたタンクマン3曲も今はフルコンできるくらいに上達しています。リズムを掴んでフルコンできるようになると FNF の楽しさ高まる。さすがにミキマウスさんは今でも全然フルコンできる気がしないけど。お、雲行きが変わった。玉切れじゃん。こっちもガス切れ。というわけでここからは今までのようなラップバトルではなく拳同士の戦いが始まります。なんと本家史上初の4曲目です。しかも今回は殴り合いのためボーカルは一切含まれておらず、真ん中でノープを叩き続けてピコの攻撃頻度を上げる新パターンです。モッドではこういう特殊パターンはよく見かけるけど、まさか本家でスタンダードじゃないタイプが出てくるとは。しかも攻撃モーションの種類が思ったより豊富で見ていて楽しい。個人的にここめっちゃ好き。ピコが殴るふりしてダーネルがビビった後にピコが煽るところ。クソガキっぽくて可愛い。アニメーションがメインだから各面自体は意外と難易度抑えられている感ある。両方に集中できてちょうどいい。
キアでも油断できないわ。今の部分はそこそこ危なかった。あとスクロール速度がかなり速いから速さに慣れてないと厳しいかも。これ普通に全部ノーツが叩けたとしてもちゃんと互角の戦いが見れるのがいい仕様ですね。もし全部ノーツが叩けたらダーネルに一撃も食らわない設計だったらダーネルが弱いように見えちゃうけど、定期的にピコも攻撃を受ける演出を挟むことで、強者同士が互角に戦っているという情景を完璧に表現できている。細かい部分にこだわっていて素晴らしいんですよね。かつミスしなければゲージを減らさないことで遊びやすさも両立されているという。最後にピコが一番かっこいいポーズで決めるの熱い。武器を使わなくても十分強いんだよなこの二人。お、これはもしや？そしてお互いに実力を認め合って和解する王道展開も好き。からの仲良し。花ほじ BF くんかわいい。ねねちゃんは当然まだ納得いってないようだから、次の対戦相手になる可能性もあるかもしれませんね。リザルト画面追加されたのか、すげえ。BF くんめちゃくちゃ面白い顔してるけど、大喜びしているのが伝わるし達成感を感じるいいリザルト画面ですね。GF ちゃんも拍手してくれるし。ちなみにミスは2回とも多重ノーツのせいです。あれは許せん。2曲目以降のハードは初見だったので精度はもう少し良くなる気がします。はい、もう1周したらだいぶ良くなりました。多重ノーツのところは素早く2回押したらバットですがなんとか繋がったため、これにて全曲フルコンです。ウィークエンド1はこれで終了ですが、本家 FNF の大型アップデートはこれだけではありません。なんとフリーモードにも大きな変化があります。はい、UI が格段に進化し全体的に派手になりました。左で DJ をしている BF くんがとても可愛いです。しかも放置するとこんな場面が見れたり。BF くんがサボってテレビを見始める場面まで見ることができます。めちゃくちゃ可愛いです。さらには一部の曲にエレクトミックスが追加されて、本家 FNF でより高難易度の曲が遊べるようになりました。特にナイトメアモードは本家特有の関係ないところを押したらミス仕様も相まってどの曲も格段に難しくなっています。ちなみに全曲遊びましたがスプーキーズのエレクトミックスは他と比べても頭10個分くらい難しかったです。今からランダムで選ばれたエレクトミックスに挑戦してこの動画を終わろうと思います。それでは私の苦戦する様子をお楽しみください。あ、そうそう、ちなみにエレクトの意味は
ここまでのご視聴、ありがとうございました。